はい、どうもこんにちは、ヒカルです。横浜通信用地、攻略実況をやっていきたいと思います。今回なんですが、前回、ウバウネの、時をかけるババアというクエストを受注して、ある程度進めたんですが、その続きからやっていこうと思います。ですので、前回の、まあ、あらすじというか、内容は、まあ、下の概要欄に貼っておきますので、そちらから、見てください。では、行きまーす。とりあえずね、桜町かな？過去に行く。雲外三面鏡で、特別な雲外三面鏡のとこ行かないといけないんで、多分僕が思うに、まあ、毛羽元駅で、桜町だと思います。ウバウネが封印されたとこですね。あそこに行くと、イベントが進むんじゃないかと思います。もう今、ウバウネの駆使をゲットしたとこですね。さて行きましょう。おそらくこの過去に行って、そして桜町に行くことが、大事だというか、まあ、行かないといけないと思うんですよね。おそらく。まあ、行ってみましょうか。過去を来て、ここですね。行きましょう。まあ、ここおなじみスキップで。こんな感じでスキップで。そして、ああ、多分これかな。あ、いましたね。ここですね。まあ、このアイテム、奪われの櫛を持った状態で、この運河三面鏡に話しかけます。あけっぴろん、君ずいぶん古い櫛持ってるね。ん？なんかビンビン来てるよ。どっかに繋がりそう。今の僕にその櫛を持って入れば、それが作られた時代に飛べちゃうかも。どこに飛ぶかわかんないけど、早速ワープしちゃってみる感じ？もちろん。オッケー、ご会長。奪われのいた時代ですね。昔の奪われが見れるんかな、これで。おそらく。おぉ、古そうな感じしてますね。え、ムービーおるやん、なんで？うわぁ、時代劇の世界に来たみたいに、なんかワクワクするね。ビューティフォー、ファンタスティック、まさにサムラと忍者のパラダイス。これが逃げた頃のミス・バネが見た戦国時代の風景なのですね。あの、おじいちゃんなんなん？前から思ってたけど。あと少し戦国時代感を出すために忍者のエキストラを追加しましょう。いやいや、忍者がこんなままピルマから街中を歩いたりなんかしませんって。と言ってますが、先生？てんかん、誰やねん、この人。先生が戦国時代の設定として問題なしと言ってます。先生？戦国時代に詳しい設定交渉の先生です。本当に？どこかで会った気がするんだけど、これあれちゃう？なんだっけ名前。名前ちょっと忘れたけど出てこんけど。とにかくここはロケ地として満点です。その先行きはどんどん湧いてきます。名前聞いてみよう。ミズバン、ここって。まさかこの時代にまた戻ってくることになろうとは。安徳、早速撮影と行こうじゃないか。ミスターロボニャンと先生は私と共に街中の風景の撮影に付き合ってください。ラジャー。丸。なんやこいつ。で、残りのメンバーはミスバンを探しててください。では、解散でーす。行こう。てへへ。あ、先生。まあ、セーブしていきましょうか、こう。沢山城の城下町。この沢山城のこのイベントをクリアすると闇キュービが出てくるらしいんですが、まあ、それもまたいつか。ん、なにこれ。ショップ。ほう。お、ザルそば売っとるやん。買っとこう。あ、レアっぽく買っとこう、一応。行商人ね。オッケー。お、奪うね、これ。おとき。めっちゃ綺麗やん。あら、お前さん、随分変わった着物を着ているのね。あ、その櫛、奪うねがくれたのと同じ、一緒だ。奪うね。あ、私の名前、おときって言うんだけど、あ、ときに関係しとる名前や。時間に関係しとる名前やな。確かに。んでは、この娘さんが、あの、奪うね。ん、超美人さんじゃないっすか。信じらんなにゃん。ああ、実はその、同じ櫛を持っていると知ってて、え、私と同じ櫛を？そんなはずはないよ。だってこの櫛は、千吉さんが作ったもので、この世にたった一つしかないんだから。千吉さん？ふふ、千吉さんはね、職人さんで私の旦那さんになる人よ。
旦那さんで結婚するんだ。ふふふふ。あの奪われとはほとんど別人ですね。本当にこの人が生まれなんでしょうか。おう、このレディがこの時代のミス奪われですか。エキゾチック&ビューティフル、まさに悲劇のヒーローにぴったりです。あら、いけない、私そろそろ行かなきゃ。ちょっと待って、ごめんね、これからお仕事、お手伝いをしないといけないの。それじゃあまたね。あ、このお手伝いで多分牢屋に入れられるんか。またね。さあ、これでミス・バーネの証言は正しかったと証明されました。あとは現代に戻って彼女もう一度インタビューです。 I'll be back。 ちょっと待ってよムービン。本当自分勝手な奴らに仕方ありませんね。我々も現代に戻って生まれるもとへ行くとしますか。あ、おじいちゃんさっきここで見とったな。ここにおじいちゃんおったな、さっき。ちょっと気づかなかった人はちょっと巻き戻してみてください。さっきおじいちゃんが覗いてましたから、地味に。数百年後の桜餅にワープした感じ？オッケー。この運河三面鏡便利やな、こいつ。こいつは便利ですよ。よっと。よっ。トロントロン。にしても奪うね。おときさんは綺麗でしたね。もうスナックのママみたいな感じ。町娘みたいな感じだったな、若い頃の。さて、行きましょうか。どうなるのやら、奪われの過去。まあ、ただクエストのタイトルが時をかけるババアっていうのは若干かわいそうな気しますけどね。もっといいタイトルなかったんかと。さてさて、無限地獄に行きましょう。てってってんてってん。よし、さすが奪うにはやっぱ声優が片岡愛之助さん使ってるだけあって結構あれですね、真打ちでも結構注目されるポジションというか、うん、追加クエストがあるんですね。奪うにはイカカモではその点なさそうな感じですね、あやつは。お、イベント始まりました。まさかこんなところでお待たせと会うとは。お、これ、金さん、銀さん、どうちゃん。どこまでも目障りなやつ、連中じゃんの。やっぱ来たー。お前たちは金と銀。あれ、なんかもう一人増えてない？どうも、はじめまして。どう、あいつの一人バイガン、ここに来たり忘れたんであるまいな。もちろん、覚えておるわい。奪うね様をお助けするためじゃろ。バカ余計なこと喋るな。おい。うむむむ、またよキャラのことを考えてるみたいですね。ほんとこれなんやんね。まったく、いまいましい練習じゃない。こうなったら、今度こそ決着をつけてくれるぞ。目の前のタンコブどもめ。どうよ、こうなれば出し落ちはなしじゃ。巻物席を全部使ってでも勝つぞい。ふふふ、任せておけ。さーて、どう料理してやろうかの。お、どう、今回はどうもいるんですね。それはどうよ、言うて。お、HP が3つある。ほう。まあ、これは多分全体攻撃使っていた方がいいと思う。こんなのどう？え、結構強いやん。マジか。全体攻撃強いな。S 級百列に9。どうの敵？なんか火ついたんやん、勝手にこいつら。どう攻撃させてくれよ、ちょっとぐらい。ええやんけよ。マンギー、これどう攻撃してどんどん攻撃アップしていく感じか、もしかして。これまずいな、ミスター。これどう攻撃してあかんパターンや、これ。多分。金狙おう。やっぱそうやわ。え、攻撃上がりすぎじゃない？にしても。めっちゃ強いやつどうしよう、こいつら。そらないか、さすがに。まあ、見てみよう。ずらずら出しようかな。取り付け多いな、こいつら。うお、マジで、
めっちゃ強まっとるやんけ。やばいやばい、こいつらめっちゃ強いぞ。やば。ちょ、最初金倒そう、先。一匹倒せばなんとかなるはず。いけいけい。お、HP 低い。で、うっちゃん。これ先真ん中攻撃しちゃダメですね。どう弟なんか。なにこれなにこれなにこれ。ギラギラ、老人玉。やばい、ガッツ技や。うおお、そこまで強くなかった。うおーいとはね、そこまで強くなかった。強い。サボるな。モンゲー、やめろ。あかん、あかんぞ。でもジバニャンボイルがやられた。まさかの。てか、漢方がなくなってきたぞ、俺。まだ漢方貯めなあかんな、どっかで。くそ。にゃいとー、一発。あー、強え。水強え。強え。にゃにゃにゃ。ずらずらずら。ちょっと漢方使いたくないから、できる限り。回復アイテム持たすか。引かんな。はい。よっしゃー。オッケーオッケー。よし、チョラッキー。ナイスショ。何してやがんで、バカ野郎。来た。よっしゃー、悪い。ややこしいからね。巻き戻す気やられて、ほんまに、マジややこしいからな。まあ、いっか。あいつほんま何もせえへんな。あかん。モンゲー、歌っちゃおう。なしなしなしの。守りダウンか、まだええわ。あー、強い。あかーん。ずらずら。むずむずする。あかん。危ない。ダメじゃないか、巻き戻しちゃう。いけい。おい、ドアはもう一匹やってめっちゃ弱いな。ただ真ん中を先に攻撃してしまうと左右の攻撃力が異常に上がるんで、それは危ないんで、先金銀から倒した方がいいですね、これは多分。でもあとはきっちり巻き戻しを破壊できれば問題ないです。あかーん。ちょっとアイテム選択したいから、使わんとこ。使わずいきたい。よっしゃ。ダチャオ。下手くそ。モンゲー頼むぞ。おい。よっしゃ。ラスト、あれ。オッケー。激アップ。また。危ない。危ない危ない。オッケー、油断したら危なかったぜ。うらー、来たぜー。金銀銅、そういうことね。なるほどね、こけしね。金銀銅撃破しました。うん、なぜじゃ、なぜいつもお前たちには勝てん。金銀、まだ巻き戻す気は残ってるぞ。どうする。で、もちろん使うに決まっとろうが、あんなこともわざわざ聞くな。ウバウネ様の復活のためにも、今ここで負けるわけにいかんからの。よし、任せておけ。巻き戻せきよ、時間を巻き戻。ちょっと待って、動画持っとるの、本当に巻き戻せきか。え、
その石、本当に負けますき注意。一時停止。いや、それは一時停止の、一時停止じゃ、動けなくなってしまうぞ。え。あ。あ。さすがやな。さすがどう。最後まで足を引っ張るというね。てん、てかてん。動かなくなっちゃった。今の何だったんだろう。なんか勝手に自滅しちゃったって感じですけど、うん、とにかく勝ちは勝ちです。やりましたね、ヒカルくん。やったぜ。ん？ただのジジババのようだ。おい、これドラクエパクっとるやんけ。返事がない。ただの屍のようだじゃなくて、ただのジジババのようだ。うまいな。うまいこと言うね。さて、じゃあ終わりますか、これで。戻ってきたみたいだね。じゃあ、クッション返してもらおうか。あ、そうだった。ありがとう、貸してくれて。どうだった？私の話は嘘じゃなかっただろ？疑ってすいませんでした。いやー、ミスバーナーのおかげで、実に有意義な殺害ができました。まだ編集前ですが、ぜひ俺たち、私が撮ってきた映像を見てください。では、ミスターローマニャン、映像お願いします。ラジオ、再生、スタート。お？ 2、1、アクション。ふん、今更こんなものを見せられたところで。これは。千吉さん。それたちがおときさんの。ええ、つまりは、奪われの旦那さんになるはずだった方です。ちなみに私の下メモによると、このミスは千吉はミス奪われが捕まった後も、あなたの彼を信じずっと一人で死ぬまで待ち続けたそうです。なんだって？これ奪われの仲間入るパターンか、これもしかして。私は人間に全て奪われたと思ってきた。でも違ったみたいだよーん。この喋り方ないね。私にはあの人が千吉さんがいた。なのに私は人間を恨むあまり、それすら忘れてしまっていたんだね。なんて愚かだったんだよーん。お？お、仲間入るパターンあるんだ、これ。にゃにゃ、眩しいにゃ。この展開もしかして？あれ？え？綺麗な馬ね。中も入るのこれもして。ありがとう。あなたたちのおかげで、私は生まれ変わることができました。なんということでしょう。あの生まれが女神のように美しく。嘘。カーッとおろけです。一撮影ができました。ヒロインの呪いが解いて、ハッピーエンドベータですが、素晴らしいラスト展開です。これを編集は間違いなく今世紀最高の映画となるでしょう。ね、先生。グえ？どうなったんこれ。え、これ。洋邦株式会社。東宝みたいな。映画みたいな。映画館みたいな。観客動員数第1位。全妖魔界が泣いた。あの妖怪タイタニックスタッフが送る。感動の超大作が今ここに。何これ、手めっちゃ混んどるやん。かつて恐ろしい怪魔たちを引き、桜町は恐怖の底へと陥れた。恐怖のババア、奪うね。女王でええやろ、そこ、ババアに積んだって。あれから60年。今、彼女の口から、衝撃の真実が語られる。なぜババアは、奪うことを選んだのか。ヨークアカデミー賞監督、ミスタームービン監督作品。時をかけるババア、時をかける少女モロパクリやからな、ここに関してたら。近日公開。これでも映画あったら見に行きたいな、正直。ちょっとあなたはまだ本当の奪う根を知らない。なんかどこだ聞いたようなことあるようなキャッチコピーやな。うおい、やばい、手の込みを半端ねえな、時をかけるババア。ウィス。お、受験の杖ゲットしました。ボーナスチェーンス。当たりかよ。あれで当たりなんかよ。
外れちゃうんや。大経験値でゲットしました。お、なんかびっくりマーク出たぞ、やっぱり。まあ、とりあえず一旦、逃げできんか。ちょっとまた気になるか。一旦じゃあ終わりますかね。時をかけるババア、クエストクリアしました。後編ですね、今回は。金、銀、銅と戦闘を終えて、奪われがものすごく綺麗なんて、映画も見れてね、予告編。かなり今回は充実した、クエストになったんじゃないでしょうか。ぜひ皆さんもこの時をかけるババア、クリアしてみてください。というわけで今回はこれで終わります。ありがとうございました。